テレポビズハエがたきを耐え忍びがたきを忍びもってパン生のために太平洋を開かんと押す。終戦から77年、あの惨禍を繰り返さないために今何が必要なのでしょうか。東京中野区 JR 中野駅にほど近い公園です。普段は市民の憩いの場となっていますが、かつてこの一帯には旧帝国陸軍が誇る中野学校という教育機関が存在していました。日中戦争が激化し戦局が拡大する中、高度の秘密戦研究を担ったのが陸軍中野学校でした。その出身者の一人で都内に住む牟田照夫さん、今年で100歳を迎えました。終戦のその時を克明に覚えています。その軍司令部の地下に情報室というのがありまして、そこで放送を聞きまして、忍びがたきに忍びっていう文句だけが、その文句だけが覚えてる。非常に気が抜けましてですね、がっくりと気が抜けて、戦争は本当に終わったっていう。旧帝国陸軍で大尉だった牟田さん、がっくりとした。1941年に卒業した陸軍士官学校ではロシア語を学びました。旧満州に赴き、当時ドイツと戦っていたソ連軍がヨーロッパ方面に兵力を移動しているかどうかを監視する任務などに従事、そして1943年陸軍中野学校に入校。驚いたのは中野学校のあるルールだったといいます。髪を長くしてね、ネクタイをしてね、背広着てて、これがね、私が一番辛くてね、一般人になりきりって言うんです。軍人の気質じゃダメだった。で、軍人だったら、みんな軍人だったら、天皇陛下だったら、あーってピンってしたんですよ。天皇陛下でピーンって起立したらダメだって言うんですよ。中野学校は秘密戦を専門に教育する機関。秘密戦には諜報や傍聴、謀略などがあり、軍人の枠に縛られない広い知見を学びます。模範としたのはイギリス陸軍で中東の民族独立支援活動を画策したロレンス中佐や、日本の明石元次郎大将。明石大将は日露戦争の際、ロシア国内の政情不安を煽って戦争継続の意欲を失わせ、戦争を早期終結に持ち込み日本に勝利をもたらした人物です。これについて軍人20万人に匹敵する成果との評価もあったとされています。武力ではなく、さまざまな情報を活用して戦況などを優位に持ち込むことを重視、一般人になりきって情報を収集することを想定し、軍服を着ることもあまりなかったため、陸軍の中では異色の存在でした。当初は戸惑いを隠せなかった牟田さんでしたが、好奇心旺盛な性格から素晴らしい学校だったと振り返ります。とにかくね、科目が多いでしょ。政治、経済、軍事、統計学、航空学、交通学、二十何本ありますからね。軍隊で言ってならんって言葉があるんですよね。何言ってもいいっていう自由学校だったの。私は宗教学っていうか好きだったね。イスラム寺院がありますよね。中野学校の宗教学ではそこに行ってね、ひざまずいてお祈りさせられちゃったんですよ。中野学校の前身組織では忍術を学ぶ科目まであったということですが、牟田さんも海上技術やのり付けされた封筒を開け分からないように閉じる開管技術などを学びました。その後、戦争の激化に伴いゲリラ的な戦闘を意味する遊撃戦も
教育課程に加わりました。卒業生は終戦後もフィリピンで潜伏活動を続けた小野田博夫元少尉など2000人以上に上ります。牟田さんは卒業後北海道に赴任。遊撃戦部隊に対して敵が上陸する事態などに備えた演習を実施し、中野学校仕込みの手法を伝授しました。また創設した部隊の名称を当時中勲愛国の象徴だった楠木正成公の家紋菊水とするなど精神性を重視。択捉島では北海道犬とともにスキーで島内を踏破。地形や構造物を実地調査し、遊撃戦に必要な情報を収集したといいます。私は択捉島でねやったのはね、遊撃戦の指導をやったとしたんですよね。併用知識と、併用知識っていうのは情報ですね。3度の遊撃戦演習を実施した牟田さん。敵の上陸に備えていた最中、終戦を迎えるのです。この先日本はどうなるのか。牟田さんはビルマ独立運動に大きな影響を与えた鈴木啓二少将に相談、ある決意をしたといいます。これから占領軍が来たらどうなるんだろうかという、それが今度心配になりましてね。鈴木少将が戦争が終わったんだから、いや終戦の詔書を下ったんだから潔くここを収めなさいと、ただしおたるに上陸した上陸する米軍が大変なことになりましたらね、それはやっぱり困るから、私はね自分の下にいる参謀をね百姓に変してね、近く あの田舎の百姓にして潜らしてやると、終戦直後で、それで私はねびっくり仰天しましてね、私個人でね、あの10人ぐらいでね、10人ぐらい、あの中の卒業者ね、10人ぐらい集めて、秘密の秘密の占領軍監視隊みたいのを作っちゃってね。占領軍が日本で略奪などを働くことを阻止するため、牟田さんも中野学校の卒業生10人ほどに声をかけました。決めたのはいくつかの合言葉。例えば新聞の尋ね人欄に結婚するとの情報を載せるのを合図に対占領軍工作を始めることなどを申し合わせました。牟田さんのような個別の動きがある一方で、東京では天皇制の存続に危機感を強めた中野学校の卒業生らが関わる極秘計画も動いていたといいます。天皇制の誤字についてね、はっきりと言った方がいいんじゃないかと言ったら、アメリカが反対したわけですね。その理由はですね、私はあの広島にウラニウムと長崎にプルトニウムとの2種の原爆をやることを隠しておきたかったと、なるべく隠しておきたかったと、それで実験したかったんだと、どうしてもアメリカ側に実験する意思があったんだろうと思いますね。普通ならその核を持ってるぞと何か言えばですね、日本政府の決断が早かったわけですが、それを言わないから天皇制の誤字の問題も言わないから日が伸びちゃってね、8月14日まで伸びちゃったわけですね。それはアメリカ側が原爆を使いたかったんです。一回は使ってみたかったんです。でそれによってそのソ連を牽制することもできるし私はそう思うんですが、
ちゃんと予告したらね、日本政府も早く、決断を早くしてね、で、核爆弾の被害もなかったと思いますね。最後まで見ていただきましてありがとうございます。テレビ東京の経済ニュース、経済番組をもっと見たいという方はこちらの画像をクリックしまして、動画配信サービステレ東ビズにアクセスしてください。どうぞよろしくお願いいたします。